ガンシクロビルは、ウイルス感染症の治療薬。商品名は、デノシン、バリキサ。ヌクレオシドの一つ、グアノシンのアナログである。細胞内に入ると、サイトメガロウイルスの ORF ウール97の産物である、キナーゼもしくは単純、ヘルペスウイルス、水筒帯状疱疹ウイルスのチミジンキナーゼの作用により、ガンシクロビル5-3ン酸までリン酸化され、 これは DNA ポリメラーゼによる DGTP の使用を完全に阻害する。このガンシクロビル酸リン酸は縮主よりもウイルスの DNA ポリメラーゼにより高い親和性を有している。また、ウイルス DNA に直接結合することにより DNA 差の伸長を阻害する。ガンシクロビルは常駐または蛍光で使用される。蛍光での吸収効率は極めて悪く、 5.57%である。バルガンシクロビルエン酸腫はそのプロドラッグであり、吸収率は60.9%に上昇している。ヘルペスウイルスの一つであるサイトメガロウイルスに対して効果がある。その他、単純、ヘルペスウイルス1型2型、EB ウイルス、ヒトヘルペスウイルス6型に対する効果も確認されている。エイズ患者、臓器移植患者、 悪性腫瘍患者などのサイトメガロウイルス感染症の治療もしくは予防目的で投与する。毒性眼クロビルは潜在的な人発眼性物質、再帰形成物質、及び変異原性物質とみなされています。また、生止形成の阻害を引き起こす可能性が高いと考えられています。したがって、それは慎重に使用され、臨床現場で 細胞毒性薬として扱われます。サイトメガロウイルスによるガンシクロビルに対する耐性は確認されている。ウル97の突然変異と DNA ポリメラーゼの改変がその原因である。後者が原因の場合、時にホスカルネットにも耐性を示す。最大の注意は血液経営の副作用に払うべきである。高中級減少症、血小板減少症。 貧血、中枢神経症状、発熱、発疹などが起こる。高中級減少症は投与中止の最大の原因である、妊婦禁忌薬。毒性眼視クロビルは潜在的な人発眼性物質、再帰形成物質、及び変異原性物質とみなされています。また、生死形成の阻害を引き起こす可能性が高いと考えられています。したがって、 それは慎重に使用され、臨床現場で細胞毒性薬として扱われます。ありがとうございます。